Maybe seen this guy before, not quite sure. But I know about Tifa though. Seen cosplay. And in Aerith, I've seen you before, dude. Juggable hats. I felt like they had a. I don't remember if they had a hat or a full costume in Smash 4. Looks like Geno. Yeah. Poor Geno fans. That man had shades on. というわけでフェイント切りのご紹介になりましたけどね、ファイナルファンタジー7以降 FF7 と呼ばせていただきますが、 FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。エアリス、ティファ、バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないんですね。これはミーファイターの方で、適当に調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。まず最初にセフィロスとは、いまだような像を除いて、ゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。FF7 に登場した伝説のソルジャーです。とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を使用します。特徴は長い剣の正宗。 Yes, sir. 最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも FFAC ファイナルファイナルファイナルチルドレンに寄せてみました。いやー、何しろマインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さはやっぱり I will hope not 仕事だなと思います。面白いですね。では、ここから私が操作を直接行いながらご紹介します。 Yeah, let's do it. 例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また開発中のものであることもご了承ください。では参りたいと思います。He's all excited. はい、これがエマブラにおけるセフィロスです。最大の特徴、やっぱり剣が長いことですね。Tall man. 剣が長いのでリーチがとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすいということ、そしてその長身の割には軽いんですね。あわや。カラーバリエーションには上半身裸版を 7P、8P に用意しました。まあ全体的にセフィロスだから暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、7P、8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい、目障りだ。声は日本語のみの実装になります。Yes, it'd be that way. そして、最大の特徴、セフィロスがピンチになるとこのように。Yes, this is what we want to know. 片翼が入るといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増します。そして、空中ジャンプがもう一回できるようになります。That is very nice. 三段ジャンプができるようになると。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになります。Crazy. Little mega competition. とは言ってもダメージを防げるというわけではないので、使いすぎにはご注意です。Okay, so you just, yeah, yeah. Makes sense. You eat through it. ワンミスするとなくなります。Okay. It's balanced. 相手を撃墜するとなくなることもあります。ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には
100% 超えてもまだ硬い句が出ませんね。なるほど、惜しい。やっと出ました。ストック数が劣勢の時にはなるほど、惜しい。もう 30% 程度で硬い句が出てしまうと、こういう違いがあります。それでは通常技の説明、基本的な技をご紹介したいと思います。でもその前にスイートスポットについてお話しします。 Yes。 例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前よりですね。Okay。 例えばこういう位置の場合、斬撃をするとこのようになります。一番近いのが7、真ん中が12、先端になると9になる。 Soon as the F2。 斬撃は中央が一番強いのですが、突きみたいなものは先端が強いことが多いです。Okay, that's where the tipper is. まず弱攻撃、他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に早く出る方なので、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃、前の方に踏み込みながら攻撃する技で結構 Okay, I like the dash there。 また、吹っ飛ばしも十分にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃、見ての通りリーチが上がります。そして上下に打ち明けすることができます。 I just gotta remember I need to hit it towards the middle。 普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を Not the tip。 次に上強攻撃、当てにくいですがリーチが長く判定も持続する。 Not gonna lie, I'm gonna get that confused with up smash。 相手を打ち上げることもできます。また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いです。Like, I'm used to Mars. I'm used to that being like an up smash animation from Mars. Nice, got the cloud up down too. Min Min down too. That lag though. My man's got to put the sword back.かなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。次に上スマッシュ攻撃、かなり広範囲を襲う技です。地上の前後の相手にも当たります。 That's nice。 非常に広いですが隙はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃、これは瓦礫で結構広範囲を攻撃することができます。 Interesting choice for down smash。地面に当てないと瓦礫は出ませんが、復帰阻止をすることは可能です。あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド。Crazy。まだ誰が be able to do that。空中攻撃。この手の技としては範囲が全体的に広めですね。隙が大きいセフィロスの技としては出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。次に前空中攻撃。かなり長いリーチを。Okay。視力技です。 He used to that, like Byleth。 このように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので、見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。 Oh boy, short characters。 横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。 I love this。 そしてもう一つ特徴がありまして、That's where that comes into play. Okay, that's cool. I'm trying to remember that. そして後ろ空中攻撃。前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高い。I'm like a cloud back here. 相手の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで大事なんですね。Yeah, seems nice.What you gonna have to do? 地上の敵に当たらないので、小ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生フレームデータ、サンクラ、you don't talk about フレームデータとなるんですけど、yeah。 そんなこと言ってちゃいけないですね。このゲーム、愉快なパーティーゲームを you are. 想定して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは、まあ、大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかなと。No, no, tell us more. というわけで、マイク中攻撃、oh, no, let us... 楽しい。
That'll make us put in the work. 楽しい、そんな感じでいかがでしょうか。次、上空中攻撃、広範囲の投げ払いです。先ほどの上スマッシュ攻撃と似てますね。まあ実際代わりに使うことだと思います。That'll look nice. 前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と呼ばれている急降下攻撃です。Question is, does it have a spike? Okay. 攻撃範囲はかなり広くしゃがんでいてもこの通り。またその頭身の長さからものすごく床を突き抜けますので、a lot of coverage. Low the ledge. 一応目を回りますが、Alrighty, that. 使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますか。もしも目を。Of course, ideally. Yeah, you want to do it like that. 使った方がいいですね。次に掴みや投げですが、剣を持ってるファイターというのは投げの威力は全体的に高めです。Okay. Some tech chases with that maybe. Jab locks maybe. 後ろ投げ、テレポートして投げてますね。Anything with that one maybe? すぐにコンボにつなげます。That look like that combos. そして下投げと。まあ、投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、いろいろ検討してみてください。それでは、必殺技のご紹介です。Yeah, special. 通常必殺技は、貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。Okay, cool. ほぼ貯めずに打つとフレア。Dang, I go far. 比較的長めで最後に爆発を行います。ちょっとだけ貯めるとメガフレア。それよりは距離が短いですが、MB is in that one for sure。威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで貯めるとギガフレア、大爆発を起こして相手を強く吹っ飛ばします。That's a beautiful explosion。フレアの発射にはかなりの時間がかかりますが、威力は絶大です。Okay, but no storm. Make it balance. 性質上、ギガフレアは空中では使えないことになると思います。溜め時間が長すぎるんですね。ギガフレアにはこんな使い方もあります。Crazy. スマッシュをこう混ぜてみたんですね。I don't think you'll ever get both those hits unless you get like a shield break.Now that, you'll get that into the grab, maybe because they'll shield it. Of course. Yeah, definitely don't do that.Easy to death. 3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。タンテン。必殺技、シャドウフレアです。That's quick. なんか地味な飛び道具ですよね。とにかく細い球を打つだけなんですね。貯めることはできるけれども、見た目そんな大きな。変化があったようには見えないですね。でも、この球全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い球を相手に当てると、ああ、that's what the little そしてしばらくすると誘導してば、ghost balls、shadow balls、重ねがけによって、little flares 回る球の数が増えます。最大5つまで。なおシールドをすることは可能です。シールドされることを起こして、掴むことも可能です。なお、発射時に向きを変えることもできます。こういう使い方も Yep, that's the strategy. Hit them off and then doo-doo. Take the jump away. 大乱闘の場合、誰かが巻かれると、Oh yeah, it's gonna be crazy doubles. まあ、どっちに転んでもセフィロスには有利ですから、使うに越したことはないと思います。の吸収することも、Of course, Game & Watch. 反射することも可能です。That's nice. まあ、実用的に攻撃に使うのはちょっと I'm playing as Spacey.
ちなみに拾うことも of course 拾うとどうなるかこうなるんです。人の周りについてるものを拾って they go the counter to Sephiroth and Teens 親切ですね。ウェヒ必殺技一戦です。これ、すぐに出せる okay that's nice の技で yeah all the spaciesBasic means we fit in. Be used to that. に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一線だったのですが、ボタンを押し続けると、that's where that one comes into play. こういう突進系の技には珍しく、十分な撃墜性能があります。I love that more than he hits. that's nice.ちょっと置くともうどうにもならない。 Yep, of course. 要注意です。飛距離には少しだけ差があります。これ一線。これハット一線。ハット一線の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一線を使うのがいいですね。Get the extra low distance. 本来は復帰に使うためのものです。Okay, that's the one you grab on the ledge immediately. Yeah, that counter.受けた攻撃の強さによって先行がパワーアップします。見てくれの通り後ろから攻撃はこうです。なお残念なことに飛び道具は反射できません。さらにカウンター系としては珍しく That's nice though. 破られてしまうんですね。 You don't have to shield and you can just do that instead. You're like, ah, you wasted it. 復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいですね。最後の切り札はスーパーノバ。セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし、星ごと破裂させる。いや、サイエンスやスタッフ。ダイン。サイエンスフォーミュラス。それぞれの人たちが、サイエンスフォーミュラス。リアクションを取ってるというのにお気づきになりましたでしょうか。お気づきにならないと思うので寸前で止めてみようと思いますが、右から一人は吹っ飛び、一人は切る、そして一人は I do not like reverse controls 見えますよね。原作でもそうだったのですが、Yeah, it takes a second to get used to. 効果が現れるようになっています。吹っ飛び、フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなどですね。フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュ。Crazy. And beautiful shield, break punish. Giga Flare into up smash, MS smash. 普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。もうこんなに言っちゃいましたね。これはキノコ。ああ、キノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などいろいろアドリブ性が求められる。イキータウンテン。楽しみいただければと思います。ところで、クラウドの偶数カラーの切り札にも手を入れました。それも超級武神火山バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントに少し合体剣を分離させる技ですね。攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。 Yeah, I'm a sleepless guy. A Northern Cave, the stage. ステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになってるんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。しょうがないけど。なのでこれ、Alright, he's telling you. という方は Spoiler alert. した方がいいかも、いやしなくてもいいかも。何
You better play Final Fantasy VII and get to the end before you watch this. それでは参ります。北の大空洞、ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられたところです。約束の地、そしてリユニオンの終着点ですね。火口のような北の大空洞を俯瞰し、そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第二形態も飛んでいます。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決死でかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。星の体内にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ぴょんぴょんジャンプしたりしましたけれど、北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代種に封印され、神羅に発掘された箇所です。この辺りはリシディアファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。基本的な床もこの辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。ホーリーが発動し、そしてパーティーは脱出を図ります。That's where that part comes into play in the trailer. そして眼前に広がるメテオ、そしてホーリーが飛び出しメテオの阻止に回ります。ハイウィンドはここで密かに第三形態になっていたりします。しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。Hey, thanks. 次に楽曲のご紹介です。楽曲のリストはこちらです。新たな曲は9曲も追加され、9 more tracks. Nice. 11曲になりました。うち4曲が、So that should make a total 11, if I'm not mistaken.これらミッドガルステージに追加されます。 Okay, yep. Made to be a great stage. 今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをしてスクエニさんはケチだというような話をする。 You put definitely was asking. ですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。 Real problems. やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに出るコラボするという時にも曲なんて1曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。あの世界で全て問題ないように、許諾を取らないといけないんですね。まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたりとか、国によって全然違ったりっていうことを、権利をみんな解決して実装しているんです。だからつまりスマブラがちょっとおかしいということで、認めていただければと思います。さて肝心の配信日です。12月23日に、Okay, five days from now. これはクリスマスイブイブですね。ファイターパス、ボル2があれば、そのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。ところで、毎回スマブラに新キャラを加えるというのは本当大ごとなんですよね。だけど、ファイターが多いだけに、ファイター選択画面では、タスクの中の一つで埋もれてしまうんです。これで良いのだろうか、と思ったりして。セフィロスはボスだから、ボスとしての強さにスポットを当てたいと思いました。そこでこれを見てほしいんです。I'm different. なんとボスとしてのセフィロスと戦える期間限定出現の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞を戦うことができます。 I will definitely be doing that. I'm playing easy mode. We ain't got time to play games. I'm trying to play this new character. Not gonna wait 5 days. 本当は最初に選んだ内容ができなければ、正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにはしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れるよ。だけど、ハードすぎるかなと思い、さすがにそれは取りやめました。セフィロスチャレンジの配信日は
starting today. もちろんセフィロスを買っていないと実現しないのでこれもご注意ください。さまざまなアップデートは本配信の23日に行われます。 2P クラウドに超級武神ハザーバージョン5が追加されたけどこれも23日からです。できれば楽しいと思い、セフィロスチャレンジを考えたけれど実装には思った以上の手間をかけてしまいスタッフには申し訳なかったです。ですがこの5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。I think people will. What's this last thing? 戦場、小戦場、大戦場、終点において、全局抽選と折れ局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全局抽選とステージセレクトからすべてのステージ局が対象になります。折れ局セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場の折れ局セレクトの中から抽選されます。あと、ゲーム内でご紹介することができなかったので、yeah, that we have not seen. なんかもお出ししたいと思います。こちらです。There's so much swag.以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、今回本当に収録に苦労しました。何せ機材トラブルがありましてね、どうも音響とかにノイズが混じるんですって。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら、もう配信できなかったんじゃないかなと思います。確認できるっていうのは大事ですね、そういう意味でスタッフさん本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。どうもありがとうございました。 See you later. So yeah, his character, niceI love my characters that, are spacey, you know, solar characters in general, and then spacing, and then I'm loving this projectile, so, yeah, I can't wait to use him. So, catch y'all later, for me to go test him out and see, you know, if I truly like him, so.